鳥居小倉神社は、京都府宇治市小倉町寺内にある神社である。式内商社で、旧社格は孫社。古代氏族小倉連の宇治神と考えられており、小倉連が祖神を祀ったのに始まると言われる神社である。社殿によると、佐賀天皇の勅命により、創始されたというが、実際は、古代氏族の小倉連が祖神を祀ったことによる創始と考えられる。 小倉連は、新先生白く神別に記載されている古代、氏族である。平安末期に、藤原氏の祀るところとなり、春日系の神社となり、近世まで、春日神社と呼ばれた。境内社に、小森神社がある。元は、小倉町春日森にあったが、後に現在地に移転した。境内には、樹齢が7、800年を下らないと言われる巨大な無垢の木や絵の木がある。 小森神社本殿災神殿岩靴戦、神歴史子供を襲った三馬の大鷲を退治した、これたか親王が河内から帰る途中、小倉の地に紳士を作った。以来、子供の守り神、すなわち小森神社として崇められるに至った。現在は本社である小倉神社が小森神社であるかのように認識されがちであるが、小森神社は小倉神社の境内者として別に存在している。 京都府自身小倉町時内31ありがとうございます。